アポロ新聞王、独立、感言、新营、放眼看世界、展望、新中华。中共中国共産党に対して厳しい姿勢で知られるドイツのアンナレナ・ベアボック外相は月曜日、東京で日本の林義政外務大臣と会談を行いました。今回の訪問で彼女は、中共が世界秩序を乱し、全世界の共通かつ平和的な生活基盤を危うくしていると改めて批判しました。 中国問題専門家の矢板昭夫氏は、ドイツ外相のこのような発言は、北京が台湾に対して軽率な行動を取らず、戦略的判断を誤らないよう警告するものだという、習近平氏に理解してもらいたいものですと述べました。また、ベルボック氏は現在、ドイツ外務省が中心となって国家安全保障戦略を策定しており、その中に中国戦略も含まれると発表しました。 ドイツ、台湾コメンテーター、セイ・セイコー氏はレディオフリーアジアに中国市場に依存するドイツだからこそ、中国の脅威を意識するだけでは不十分なのです。また、インド太平洋戦略を実行し、他の民主主義諸国と協力して中共を阻止することが必要である。と語りました。